ドンチャリウスということで、今回なんですけど、大陸から23年 SS6 回目のデリバリーということで、新しくねアイテムが入ってきましたので紹介したいと思います。で、今回入ってきたのが、カットソー系がメインにはなるんですけど、カットソーとシャツが一型って感じで、結構ね、あの型数というかは少ないんですけど、色展開で結構ね、あのボリューミーになってるんで、サクサクね紹介していこうかなと思うんですけど、まず一型目が、はい、じゃーんということで、僕がもうすでに着てるこのね、大陸といえばのね、あのこの刺繍のロンティーなんですけど、まあ今回ね、刺繍のロンティーが2型ありまして、まず1型目が、はい、こんな感じですね。文字がまずニューシネマで、1967 He's a little worried about his future ってことで、じゃあ先にね、もう一色の方見せちゃうと、はい、こんな感じです。まずね、文字が、変わりまして、今度ねこっちニューウェイブで、1959、ヌーベルボーバーグかな、ってことで、文字も違うんですけど、刺繍の色もね、違いまして、まずニューシネマの方はどっちかっていうとね、パッと見ちょっと明るめな印象かなと思うんですけど、ピンク、ブラウン、オレンジ、ゴールド、水色みたいなね感じ、ちょっとね朝日っぽいような、を連想するようなね色合いかなと思います。で、こっちはどっちかというとちょっとダークめな色合いで、青、ピンクで桃色、そして、暗めのオレンジにバーガンディみたいな、こっちはなんかどっちかというとね 3D っぽいような、色合いに近いかなと思うんですが、はい、こんな感じで、まあなんでね結構悩ましいかもしれないんですけど、僕はねニューシネマの方をね買いました。でブラックで、まあ文字はね、この2種類で、色合いもこんな感じだったんですけど、ボディの色が、3色ずつありまして、まず1色がブラック、ブラック。で、次が、イエローですね。はい、こんな感じの。からし色のマスタードイエローのね、カラー。まあ、結構ね、ボディの色違うだけで刺繍の見え方もだいぶ変わるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね、黄色のボディの色がちょっとパステルっぽい方がよりね、この刺繍の明るさというか、元気さ、エネルギッシュみたいな感じがね、伝わりやすいかなと思うんですけど、はい、こんな感じ。で、もう1色がパープルですね、パープル。はい、こんな感じ。まあ、パープルといっても、どっちかというと、紺色にちょっと近いような色味かなと思います。まあ、ブラックとね、パープルは結構同系色というか、でもあるんですけど、全然ね、やっぱこの刺繍の見え方が違うかなと思います。まあ、ボディはこの3色。で、まあ、ニューウェーブの方も同じで、ブラックはさっき見せたんですけど、今度ね、はい、こっちもあります。あの、イエローにニューウェーブ。と、あとは、このパープルですね。パープルにニューウェーブ。もあります。着ちゃってるんでね、先に着用感をお見せするとこんな感じです。これで、まあ、あのフリーサイズなんですけど、まあ、シルエットとかは非常に大陸らしい、シルエット、まあ、いつも通りのというか安定のというか、シルエットに仕上がってるかなと思います。着丈とかはちょっと短めで、身幅とかだいぶがっつり取られてて、肩もね、かなりもう落ちるぐらいまで取られてるんですけど、袖でバランス取っててみたいな。このね、めちゃくちゃちょっと緩い感じに着れるね、このねサイズ感、僕ねめっちゃ好きですね。なんでね、まあロンティーなんで春とか、まあ夏以外、まあ夏でも夜とかだったら全然着れるんで、一着持っとくとねめちゃくちゃあの活躍します。僕もね、あの前シーズンのやつも持ってるし、今シーズンも買ったんですけど、超おすすめのアイテムです。まあ言わずもがなかなと思うんですけど、っていうのが、一型目で、今度二型目なんですけど、これも一応定番っちゃ定番と言っていいのかもしれないんですけど、ラグランの T シャツですね。で、今回こっちのラグランの方も3色展開で、まずイエローとブラックで、今度ホワイト、そして、最後ブラックって感じなんですけど、デザイン的には、まあ、あのフロントとバックに、プリントが入ってまして、バックはね、今までのものの継続でというか、このライブツアー T シャツ風な感じで、大陸のこの今までのブランドの発表してきたコレクションのテーマとそのシーズンとがプリントされてるって感じで、ここにはね、今シーズンのテーマが入ってるって感じなんですけど、このね、今シーズンのテーマのこのイングランド文字のランナーウェイキッズっていうところだけはね、と、この2行目か、2行目のニューウェーブ、ニューシネマ、どこは、これフロッキーのね、プリントになってます。で、他の方はね、インクのシルクスクリーンのプリントになってるんですけど、そこもね、ちょっと細かいところかもしれないんですけど、一応、そういうようなこだわりになってます。で、このフロントのこのデザインのプリントなんですけど、これは一応ね、今シーズンのデザインに、ニューウェーブ、ニューシネマで、下にね、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、大陸って入ってるんですけど、もともとはこのね、デザイン、タランティーノっているじゃないですか、監督のね、映画監督の、タランティーノのバイト先、馬先のショップ
オマージュのね、デザインみたいです。なかなかね、このアプローチ面白くないですか？はい、こんな感じ。まあ気になった方はね、ぜひ調べてみていただければなと思うんですけど、っていうのが、まあフロントのプリントで、あと、古着とか好きな人には嬉しいところとして、やっぱね、この、さっき言い忘れたんですけど、こちらのロンティーも、この首のリブの部分と袖の部分とかにもダメージ入ってるんですけど、こっちもね、この首のバインダーの部分にもダメージ入ってたり、あとは、まあ、ラグランなんで七分丈の作りにはなってるんですけど、このね、袖ですね、袖もシングルステッチになってたりとか、非常にね、忠実に再現されてるかなと思います。っていうのが、まあ、3色。で、今度、今の続きにというか、まあ、これもね、定番といえば定番なんですけど、トリムティーですね、トリムティー。で、色はブラックと、このマスタードイエローの配色なんですけど、プリントとかはね、さっきと同じですね、さっきのラグランのやつと同じ。っていうのが、T シャツ。で、今度、ノースリーブですね、ノースリーブ。これもまあ、型としては一応、数シーズン前から継続されて出されてるかなと思うんですけど、まあ、形がさっきのラグランからノースリーブになって、プリントは同じですね。はい、こんな感じ。タランティーノの馬先と、これはダイリクの今までのコレクションのプリントって感じ。で、最後なんですけど、最後がシャツですね。シャツが一型二色で、まあ、ホワイトと、ブラックって感じで、まあこれもね、一応定番というか型自体はね、前シーズンもあったんですけど、まあその今シーズンバージョンってことで、今回はグラフィックが、これがね、花柄ですね。はい、こんな感じ。花柄が、総柄で入ってるんですけど、まあ、ホワイトとブラックの展開なんですけど、ホワイトの方はね、だいぶ爽やかめな印象かなと思うんですけど、ブラックは、ね、逆にちょっとクールな、男っぽいような印象かなと思います。はい、こんな感じ。あとは、前シーズン同様、このフリンジとか、も継続してね、付けられてて、あとはね、プリーツとかも、今シーズンも入ってます。で、素材はね、ポリ100なんですけど、若干ね、透け感もあって、すごいね、なんだろう、さらっと着てたらね、なんかすごい上品にも仕上がるアイテムかなと思います。ということで、早速ね、着て紹介していこうかなと思うんですけど、まあ、ロンティはね、もう着ちゃったんですけど、一応お値段とサイズ展開なんですけど、この刺繍のロンティが、サイズ展開が全部フリーですね。フリーで、お値段が2万1000円、税抜き。で、今度ラグラン。ラグランの T シャツが、1万8000円税抜きの M と L の2サイズの展開。で、今度、トリムティですね。トリムティも、M と L の2サイズの展開で、お値段が1万8000円、税抜き。で、今度、ノースリーブの方。これも M と L の2サイズの展開で、1万7000円税抜き。で、最後、シャツなんですけど、シャツが3万6000円税抜きの M と L の2サイズの展開。って感じでね、着ていきたいと思います。はい、ということで、とりあえずね、刺繍のロンティーのニューウェーブの方のマスタード着てみたんですけど、こんな感じです。まあ、サイジングとかシルエットとか、さっきのね、ニューシネマのブラックと変わらないんですけど、マスタードイエローどうですかね、この感じ。割とね、イエローなんですけど、結構フェード感あるというか、割と薄めなイエローなんで、まあ、こんな感じでね、デニムとかと合わせると非常に合わせやすいかなと思いますし、まあ、ちょっとね、今、ウォッシュのデニム履いてるんですけど、まあ、結構、暗めの色のパンツとかでも全然合いやすいかなと思います。はい、こんな感じ。まあね、ロンティに関しては好きなお色と好きな文字と刺繍のカラーリングから選んでいただければなと思います。ということで、次ね、ラグランの方を着たいと思います。ということで、続いてラグランティの方を着てみたんですけど、サイズ感こんな感じです。これで M サイズなんですけど、どうすかこの感じ。結構ね、物で見るより割とプリントのインパクト着た方が出た気がするんですけど、はい、この感じ。あとはね、バックはやっぱね、このツアーティーっぽい感じで、ね、めちゃくちゃかっこいいかなと思います。はい、こんな感じ。割とね、シンプルめではあるんですけど、このカラーリングとか、特にイエローとブラックのやつは、割と目立ちやすいかなと思いますし、逆に、こっちのね、一色の方は、プリントにより目が行きやすいかなと思うんで、これはね、まあ好きな色を選んでいただければなと思うんですけど、まあサイズ感とかはこんな感じですね。ラグランティーらしいサイジングかなと思うんですけど、若干タイトめなフィットで、袖丈も七分っていう感じ。で、着心地とかはね、めちゃくちゃ着てて楽ですね。割とライトオンスメで、ほんとね、当時のものを着てるかのような、雰囲気もしっかり兼ね備えてるアイテムかなと思います。ということで、次ね、T シャツ着たいと思います。ということで、続いてトリムティー着てみたんですけど、サイズ感こんな感じです。これもね、やっぱちょっとチビティー系のサイジングかなと思います。かなりジャストフィット目。で、まあ、プリントはね、さっきと同じなんで、あれなんですけど、まあ、このやっぱね、トリムティーといえば、このね、リンガーというか、ここがね、目を引くかなと思うんですけど、どうですかね、やっぱイエロー、ブラック、このね、組み合わせはかなり
安定かなと思います。ということで次は、ノースリーブ着たいと思います。ということで続いてノースリーブ着てみたんですけど、サイズ感こんな感じです。まあ、 あのボディとかのね、あのサイジングに関してはさっきのラグランの方と変わんないんですけど、ノースリーブになっただけでね、一気に、男らしさというかワイルドさが出て、ちょっとねパンキッシュな感じもありつつ、よりねこのツアーティーのこのプリントと雰囲気相まってね、かっこいいかなと思います。はい、こんな感じ。まあこの辺もね好きな形と色をね選んでいただければなと思います。ということで最後ねシャツ着たいと思います。ということで最後シャツ着てみたんですけど、サイズ感こんな感じです。これで M サイズなんですけど、まあ身幅とかある程度ゆとりあるんですけど、肩はね割とジャストめな作りで、でも袖が若干長めなんで、袖先はねこの肘ぐらいまで来てはいるんですけど、なんか肩幅ジャストめなんで、なんかただオーバーなだけじゃないっていうね、このちょっとしっかり感もちゃんとあるっていうのがね、めちゃくちゃいいところかなと個人的には思います。あとはまああのこの柄もねどうすかね、お花柄で、花といえばねまあちょっと可愛らしさもあるかなと思うんですけど、この色味とかもねちょっと全体的にダークトーンな、この感じもねちょっと大人っぽくてかっこいいかなと思います。あとはやっぱこのフリンジとか、まあ、よくよく見るとこのプリーツとか、あとは透け感かな、透け感もねめちゃくちゃいい感じじゃない、このねわかるかな、ここが僕のボディラインなんですけど、このね後ろの生地を透かしてさらに後ろまで若干見えるぐらいのね、このなんかね涼やかな感じ、これもねなかなかいいところかなと思います。はい、こんな感じ。あとね着心地もねめちゃくちゃいいです。ポリエステル 100% なんですけど、本当あのレーヨンとかそっち系のシルキータッチな感じでね、着心地も抜群です。ということでね、ぜひ気になったアイテムがあった方は概要欄にアイテムページに飛べる URL 貼っておきますのでチェックしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また。